はい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 。俺が言ったことって大体反対になるじゃないですか。そういったところで、まあジャイアンツファンの人が今、まあ優勝ね、どんどん近づいてきてますけど、どういうふうに思ってるのかとか、まあ今のジャイアンツをどういうふうに見てるのかっていうところも含めて、ちょっと今日僕の大好きなコメント返しやっていきたいなというふうに思ってます。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、僕の大好きな企画、コメント返しでございますと。はい、この企画めちゃめちゃ大好きなんですね。毎日でもやりたいぐらいなんですが、まあ少しね、毎日はちょっとあれなんでやらないですけども、まあ1週間に1回ぐらいねできたらいいかなというふうに思ってますと。で、まあね、いろいろ本当にね、たくさんね、いつも毎動画100件ぐらいコメント、100件以上はね大体つくんですけど、まあそこからね、僕今回、5つ自分なりにピックアップ、面白いなと思った質問をピックアップしまして、できるだけね内容が被らないようなところをピックアップさせてもらって、今日はですね、5問、質問に対して答えていきたいなというふうに思ってます。はい、じゃあ早速ね、もうね、長々ね、お前のトークいらんわっていうところだと思うんで、ちょっと早速1問目からね、行っていきたいと思います。はい、まず1問目いきます。はい、こちら、この辺にね、出します。はい、アットマーク、IGIKI093。はい、こちら。昨日みたいに坂本が活躍してくれたら、優勝する気がする。ポップフライじゃなくてゴロとか、今は打率低すぎるんよっていうところですね。僕もまあ言ってますけども、まあ坂本さんね、まあ打率低いですと、まあおそらく、まあ僕見てないから何とも言えないですけど、まあ坂本さんが試合にね、しっかり出てる中で、これぐらいの成績っていうのは、まあ多分一番ワーストだと思うんですね。一番悪いと思うんですね。まあその中で、まあ昨日、まあ代打でヒット打ってくれたりとかありました。まあ非常にいい活躍をしてる時もありますけども、実際してない時の方がね、多かったりとかしますんで、まあ来年以降ね、どうなるかわからないですし、まあこの方がおっしゃるようにね、ポップフライじゃなくてゴロとかっていうところは、まあ進塁打であったりとかっていうところも、まあ含めてだと思うんですけど、まあやはり、まあ打率が低い。まあまあ今年に関しては、まあ全員がね、全体的に低いっていうところがあるんで、まあちょっとあれなんですけど、まあやっぱり打率でね、なかなか稼げないっていうね、もうヒット打つだけじゃ稼げないっていうところがあるんで、最低限のね、犠牲フライでやったりとか、ゴロを転がしてランナー進めたりとか、そういったバッティングも、やっぱしていかないといけないっていうね、この方のね、おっしゃる通りだと思うので、そこはね、やっぱりこう、打率が低いとはいえね、やっぱり大体主軸というか、まあチームのね、要ではあるので、そこのね、リーダーというかね、方がね、しっかり活躍してくれれば、まあ、おのずと、ジャイアンツが優勝、まあ、日本シリーズにも、いけるんじゃないかなとも、僕思ってます。はい。じゃあ、二つ目。二問目いきます。こちらに出します。はい、ガオラー福ちゃん。アットマークガオラー福ちゃんさん。はい。連敗しなければ大丈夫です。はい。もうその通りなんですね。はっきり言ってその通り。まあなんか、データでね、いつも出してくれるじゃないですか、放置新聞とか、出してくれるじゃないですか、なんか、巨人が何勝何敗で、阪神が何勝何敗だったら、勝率が何もなって、上回らないとか、いろいろあるじゃないですか。まあ結局、もう負けなければいいんですね。うん。まあそれは難しいんですけど、まあ特に、やはり、もう残り試合6試合というところもありますから、まあ連敗さえね、しなければ、まあ、勝って負けてでもいいから、とりあえず、連敗さえしなかったら、僕も大丈夫かなと思うし、でもまあ、今週のジャイアンツ見てると、特にカードの頭負けて、そっから、ぶり返すというかね、言ったら、黒、白、白みたいな感じでやるのが結構多かったりするんで、そこはね、ここではね、やめてほしいと思うし、やっぱその流れでね、連敗しちゃうみたいなことも、まあ、なきにしもあらずだと思うので、まあ、ジャイアンツの場合は、まあ、先発陣ね、戸郷、まあ、菅野さんもそうだし、まあ、山崎よりもね、どれぐらい、良くなってるかっていうところもありますから、まあ、グリフィンもいますし、というところで、そんなね、全員が負けること
があるかって言われたらちょっと、まあ、ゼロではないんですけども、まあ、可能性としては低いのかなと思うので、まあ、大型連敗というところは、まあ、あまりしにくいのが今年のね、ジャイアンツの、まあ、いいところかなとも思うので、そういったところは、まあ、ちょっとね、心配ですけども、見守っていきたいなと思ってます。はい、じゃあ次いきます。3問目いきます。この辺にね、出していきたいと思います。アットマーク、マコ -W1R さん。はい。不安はあるけど、数字上は有利だし、きっと大丈夫。優勝お願いと思ってる僕ですが、小山さんが何か未来予想をすると、大体逆の結果になるので、怖いです。冒頭でも言いました。僕はですね、逆行くんですね。はい。別にわざとやってるわけではないんですが、まあ、その、まあ、正直、YouTube の動画のネタであったりとかっていうところも、まあ、ちょっとね、まあ、ちょっとこう、大げさに言ったりとか、まあ、ちょっと、まあ、持ってじゃないけど、まあ、関西人の悪いところかもしれないですけども、持って言ったりした方が、ちょっと、まあ、その、人目をね、引きやすいっていうのがあるので、多少ね、YouTube を投稿する上ではね、意識しながらやってることではあるんですが、まあ、大体僕でも感じてるんですよ。僕が言ったことの大体逆になるなと。だったら、逆に自分が思ってることの逆言ったら、そのまま予想は当たるんじゃないかとか考えたこともありましたけども、まあ、そうなるとまたその逆を行くのかなみたいなこともあるので、もう僕はもう僕の言ってることはあんま信じない方がもしかしたらいいのかもしれないですけども、まあ、エンターテインメントとして見るんであればちょっと面白いのかなと思う自分でも思うので、まあ、そこはね、まあ、また小山が何か言っとるわと、うん、まあ、また逆になるんでしょうぐらいの、ね、スタンスで、ね、見ていただけるとね、まあ、その精神的には、ね、ショックは少ないのかなと思うので、じゃあお前当てろよって話なんですけど、まあね、結構それは難しかったりするんですね。野球を毎日見ててもそれでも難しいんでね。うん。まあちょっと、まあそれぐらいのテンションでね、聞いておいてください。はい。はい、次、4問目、いきます。この辺にね、出します。アットマーク、おしるこ姫。名前面白いですね。おしるこ姫、さんからですね。松田で3連勝した時に、はっきりとしんのすけの胴上げが見えた私は、わら。にしても優勝間違いなしが、大半だったカープが今4位分からんもんよね。うん。ね、やはり松田で先発ローテですよね。編成してもういいピッチャーぶつけたっていうところ、それやるってなった時に、まあ賛否両論ありました。あ、これほんま大丈夫かと、裏ローテどうなんねんって、いろいろね、ありましたけども、結果的にそれがハマって、まあ、優勝したっていうのは間違いないと思うし、あの3連勝っていうのが、もし優勝したとしたらね、一番この大きな分岐点というかね、だったと思うので、非常に、まあ、素晴らしい采配をねしたんじゃないかなと思います。で、まあ、そのカープがねずっと調子良くて、で今4位っていうところで、まあ、こんだけ混戦でね、難しいシーズンっていうのはありますから、まあ、ずっと言われてました。まあ、この1位にいても1位じゃないよと。逆に6位にいるヤクルトとかでも、上と差が詰まってるから全然逆転あるよと言われてましたけども、まあ、ちょっと前にね、まあ、この4位ぐらいまでと5位6位がバーンって開いた時があったんで、そこからですよね、カープもねちょっと調子が落ちてっていうところがありました。はい、まあ、その、まあ、ジャイアンツの場合はやはり投手を補強したっていうところが非常に大きかったと思うし、まあ、メンデスとかもね、出てなかったけども、それに代わるね先発ピッチャーが見つかったりとか、非常にね、まあ、菅野さんが復活したりとかっていうところがね非常に大きかったと思うので、そこはね、やはりね、ジャイアンツ、まあ、守りが硬い。まあ、打撃があまり打てないっていうところがありましたけども、守りが硬いっていうところは逆にこう、なんて言うんだろう、まあ、手堅くね、一個一個取っていけた要因の一つかなと、僕は思います。はい、で、最後いきます。5問目、この辺にね、出したいと思うんですけど、アットマークユーザー、歌コン、12、歌コンさんですね。巨人とソフトバンクの日本シリーズ楽しみにしていますというところですね。はい、巨人からするとですね、日本シリーズ、イコールなソフトバンクみたいな印象ありますと。僕がいた時もですね、2020年かな、最後僕がいた年、最後の年なんですけど、まあ、日本シリーズ行きまして、ソフトバンクに4連敗するというね、ボコボコにされるという、公開処刑をされるというところありました。で、まあ、今年のソフトバンク見てても非常に強いですと。圧倒的ですと。いろんな12球団の、チームのね、打率であったりとかっていう、そういういろんな指標があるんですよ。それを見てても、ほとんどが、まあ、ほとんどとは言わないけども、半分ぐらいがソフトバンク1位なんですね。
うん、打線に関しても、まあ、ピッチャー陣に関してもめちゃくちゃ数字がいいんで、そういったところで、まあ、短期決戦で何が起こるか分かんないし、全然ね巨人が日本シリーズ行ってソフトバンクでやったとしても、負けるかどうかっていうのは分からないですけども、でもまあ、圧倒的にね、ソフトバンク強いと思うので、あのそこはね、まあ奇襲じゃないけども、まあいろんなねそういう弱者って言い方あれですけど、弱い者は弱い者なりのね戦い方もあるのかなと思うので、そこはね阿部監督はキャッチャーでしたし心得てるのかなというふうに思うので、そこはねもし巨人対ソフトバンクの日本シリーズになった場合、めちゃくちゃ楽しみにね、見ていきたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じで今日はね、5問ピックアップさせていただきまして、動画のね中でねコメント返しをさせていただきました。まあ、この今日はねちょっとね名前も出しながらやらせていただきました。あのいつもねこの動画、出させていただくと私のコメント取り上げてくださってありがとうございますとか、いろんなねコメントが来てすごく嬉しかったんで、あ、じゃあ名前、出した方がいいんじゃないかなっていう、うん、まあさすがに顔写真はね、出さない方がいいかなと思いまして出してないですけども、名前をね出した方がよりね、コメントをしていただけたりとかね、嬉しいのかなというふうに思いまして、今日はね名前を出させていただきました。はい、そんな感じでね、今日は終わったこと思うんですけども、チャンネル登録者数ね、5万人目指しておりまして、まだの方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録、ポチ、コメント、高評価ポチ、通知のポチ、なんか意見あったらね、コメントもポチ、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。今日もどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。